はい、よいたるニュースチャンネルです。視聴者などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし気に入っていただきましたらグッドボタンですとかチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらですね、熊本地震からの復興プロジェクトの一環で、ワンピースのキャラクターの銅像がいろいろあちこちに建てられていますけど、その10体目のキャラクター、こちらジンベエ像が決まったという、設置場所が決まったという記事が出ていましたので、関連サイトで合わせて紹介していきたいと思います。まず記事はこちら、熊本日日新聞からです。ジンベエ像、宇土市の住吉海岸にワンピースキャラ10体目、熊本県が7月設置されますね。こんな感じです。記事を読んでいきます。熊本県は20日、熊本地震の復興支援として県内各地に設置を進める人気漫画ワンピースのキャラクター銅像について、10体目となるジンベエを7月下旬に宇土市の住吉海岸公園に設置すると明らかにした。ワンピース像は熊本県出身の作者小田栄一郎さんの協力を得て、これまで被災市町村を中心に主人公ルフィ率いる麦わらの一味の9体が設置されている。ジンベエは一味の総出しとして、火事を切る方、こうぐるぐるっと切る方ですね、として新たに加わったサメの魚人で、県によるワンピース像設置としては今のところ最後の1体となる。ジンベエ像は住民市町村から県に設置の要望があり、損壊調査の建て替えを余儀なくされるなど被害の大きかった宇土市が選ばれた。これは蒲島郁夫知事は記者会見で、住吉海岸公園から挑む、これはおさべた眺めた海鐘炉は海への入り口を連想させ、漫画のイメージと重なる魅力的な風景も楽しんでほしいと述べた。県は今後10体の像の制作過程を、追った映像をワンピース熊本復興プロジェクトのホームページで公開するほか、像を巡るツアーも企画する。そうですね、こういうツアーもやってほしいなというのを思いますね。でこんな感じで、いろいろこうですね、10体この辺りにやっぱり集中したのは被害が大きかったということで、こんな感じなんですね。ロビンとか波とかで、こんな感じで最後は10体目の、ジンベエということです。でどうなんでしょうね、これ10体目ということで最後の1体となると、他にも魅力的なキャラクター大勢いますから、設置してほしいものだとは思うんですが、予算などもあればなかなか難しいかもしれませんが、どうなんでしょうね。はい、ということで、これですね、ワンピース熊本復興プロジェクト、こんな感じでありまして、こう見ましたらこれですね、4月13日に人名図の設置の発表について20日に発表しますよと言われまして、こちらですね、4月20日人名図をうどに決定というのがこんな感じで発表されています。こんな感じですね。はい、こういう感じになってます。その他にもいろいろニュースがありますので、今後も何がしかのこう復興プロジェクトを行っていくのだろうなと思うんですが、やはり既存のこの銅像などは何かこうツアーを行いますよというふうにやっていますけど、なんかもうちょっとこう地道なこう楽しめるようなイベントというか何かないかなというふうには思います。こんな感じで右銅像フィギュアの設計、そういったのも面白いと思いますし、そうですね、何かこうこちらのメイキング動画も公開されるということですので、そういった中でこう地道なこうイベントが続いていけば、息の長い盛り上がりになると思いますので、復興の熊本の震災復興と合わせて何かしかこう地道でもこう息の長いものを、催してほしいなというふうには思います。はい、どうでしょう、こう10体目で最後ということになっちゃうんでしょうかね。ワンピースにはほか、敵味方問わずこう魅力的なキャラクターが多いので、11体目以降の何がしかこうあればいいなというふうには思うんですけど、ただやたらめったら像を増やしていってもしょうがないと思います。それが兼ね合いだと思うのですが、今後も期待したいなというふうには思います。はい、この熊本日日新聞の記事ですね、こちらワンピースのサイトですが、概要欄にリンクを貼っておきますね。興味あったらクリックして読んでいただいて、機会がありましたらこちらですね、熊本県の方訪れてみてはいかがでしょうか。ツアーなども企画するというのがありますので、そちらのツアーも、参加してみてもいいかもしれません。はい、では今後もこうした形で聴取者のように掲載された良いニュースや楽しい話題、皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。